こんにちは、速稼塾ジェネシスの久保です。今回は速稼塾ジェネシスの会員さん向けの動画放送なんですけども、こちらのねライブ放送で一部お届けしますので、普段見られない方も ご覧くださいませ。今回はですね、前回、その格付けですよね、暗号通貨の格付けに A というポジションが全くなかったんですけども、それに付随してですね、今回の暗号通貨の市場全体の急落にかけてのこのね裏付けといいますかね、レポートが寄せられていますので、お伝えしたいと思います。これはね格付け会社ウェイスクリプトアラートという、レポートで寄せられているんですけども、まずは読者様からの、会員様からのレポートです。久保先生、いつも有益な情報ありがとうございます。このところの暗号通貨の急落に関して、私が見ているワイス格付け会社よりレポートが来ましたので紹介させていただきますと、一部シェアしていただければと思います。概要をですね英文で書いてますんで、英語の、ね、苦手な方、私は後で読みますけども、この、ね、送ってくださった方の解釈といいますかね、翻訳なんですけども、こういうことになってます。かいつまんでお話しするなら、ワイスがなぜ全ての暗号通貨に A ランクをつけなかったのか、なぜビットコインが C ランクなのか、コインチェックやテザーが引き起こした問題を経験した今お分かりでしょうというふうなことですよね。警告ですね。つまりだから言ったでしょうという内容です。そして今後は最初のリスクで最大の利益獲得をワイスのランキングを下に求めてほしいと、ランキングを元に求めてほしいと言っていますということですね。これ私も同意するところで、ワイスの格付けがですね、案外低かったなということなんですよ。特にビットコインのランク低かったのは、つまりはこういうことだったということなんですよ。ボラが大きすぎて危なっかしいというね。で、私も感じてるんですけど、暗号通貨の市場って何回も言いますけども、誰も分かってないんですよ。分かってる風でいろいろね、こう SNS 書いたりとか動画で喋ってる人、全く分かってないんですよ。今回のことでそれがお分かりだと思うんですけど、全く分かってないですね。私もよく分かってないです。ということでね、分からないもの同士で不確定要素が大きいから可能性が あるいうふうに見えるんですよね。で、要するに可能性があると思って飛び込んだ時に高値掴みをしてこの急落に巻き込まれるということなんですけども、私はすでに急落がどこまで進むか、そしてそこで何をするべきかってことを速稼塾ジェネシスの中ではもう今朝報告させていただきましたよね。そういうことが今回のレポートを通じてもわかるかなと思います。さあ、それでですね、今回テザーという、ウェイスクリプトアラートということですね。この会社がですね、寄せてくださったんですけども、これ結構ね、いい分析だなと思いますよね。私が、これまだね、しっかり読んでないんで申し訳ないんですけども、私が読んで、あと、このレポートに対しての、いろんなね、パネラーさんがお話していることを YouTube とか、それから英語の PDF とかね、英語のブログで私これから探していて、大体ね200ぐらいのサイトを見れば概要が分かってくるんで、これから分析しようかと思いますけども、こちらのレポートだけを元に申し上げますと、やっぱりね、格付け会社ってのは我々の知らない情報とか知らない裏付けを元に、すでにね数週間先とか数ヶ月先を見越して格付けをするってことなんですよ。今までの経過を元に格付けをするんではなくて、これからこうなりそうだよと、危ないよと、とても A とは言えないよ、とても B とは言えないよ、よくて C だよみたいなことをビットコインにつけたと。多くの方はビットコインがもう A、悪くてもね A マイナスとか B だと思ってたはずなんですけども、そうではなかったところに思われたかもしれませんよね。なんでだろうと。で、なんでだろうの理由が今ならわかりますよね。だってこれ1週間後にドカーンと下がるよというふうな目算がついているものにとても A はつけられないですからね。そういうことで、ウェイスクリプトというこの会社、ウェイスはですね、ワイスですか。ワイスという会社は かなり、見る目があるかなというところですよね。未来もちゃんと予知しているということですよね。なんかそういう形で。でも、このね、急落は、ずっと続いたりとか消滅するって話じゃないです。なぜなら暗号通貨の格付け会社ができるということは、じゃあ一瞬で市場がなくなるものに対して格付けをしますかってことなんですよ。これから、これは暗号通貨という世界が盤石にこれから順調に伸びていく、そのための評価をたくさんしていかなくてはならないから会社が生まれたというふうに私は見るんですよね。ですんで、今回ですね、ワイスが、こういうふうなね、そのようですね。はい。そうかもしれません。はい。そういうことでね、今回の私の感想はこんな感じですよね。さすがワイスだなと。長い年を、いろんなデータを蓄積して、
暗号通貨の格付けをしなければならないなと決めて、暗号通貨の格付けというのがこれからずっと必要になってくるなということで、こういう会社ができたと思いますし、こういうレポートが寄せられたと思いますので、暗号通貨が消滅するんではないかとか崩壊するんではないかというふうに言われる方がいるかもしれませんけども、全く恐れる必要がないです。逆にですね、暗号通貨というものがこれから確定要素をどんどん積み増していって、まあ、法的な裏付けも出てきたりとか、各国の協調とか必要とされるからこそ、まずゼロリセット戻って初心に帰って、そこから必要なものだけが今度ね、上昇相場を作っていくということだと思います。今までの上昇相場っていうのはよくわからない人が勝手に作った上昇相場なんですよね。これから実態が現れてきますんで、間違いなくですね、私は確信することがあります。これは多くの方に誤解を生むかもしれませんけど、私が確信してるだけなんでね、あまり強く影響を受けないでいただきたいと思うんですけども、まあ、200万円ってね、1ビット200万円っていうところに、まあ、回復していって、それから300万、500万、1000万ってところを目指していくんではなかろうかと思っております。ですからね、今回の急落っていうのは私は初めて言いますけども、買い場が来たと思っております。リーマンショックでもそうなんですけども、大体ですね、多くの方が売るからこそ買うチャンスができるんですよ。うん、で、やっぱり200万超えた時には高いよ高いよって言って買わなかったわけですよ、多くの方が。ね、で下がったら下がったで危ないよ危ないよって買わないわけなんですよ。結局いつ買うんですかって話ですね。高くても買う、安くてももっと買うと、まあ、ゼロコスト平均法をされている方ならよくわかると思うんですけども、こんな、ね、短期間の急落とか、ね、上昇に踊らされてはいけないかなと思います。まだまだ暗号通貨のことはわからないことだらけで、分かっている人っていうのはやっぱりそんなにいないですしね、まあ、ほとんどの方が分からずに発信していると言ってもいいと思います。まあ、私もこうやって動画放送してますけども、私の動画を見て、動画を作って発信している方もいらっしゃいますし、当然私もね、いろんな動画も参考にさせていただきますし、まあ、いろんなレポート読ませていただきます。その中で私がですね、皆さんとは同じような情報しか見てないんですよ。同じような情報しか見てないんですけど、私のだから解釈が違うんですよね。その情報とかその証拠に基づいて私はどう思うかってことだけが違うんですよ。で、多くの方が見た情報をこう分析して、不安を煽る要素には不安を駆られたりとか、期待を煽る要素には期待をしてしまったりするんですけども、私の場合どっちかって言ったらいつも逆なんですよね。期待する要素が出てきたら不安を、要するに心配事を考えなければなりませんし、好条件が出てきた時っていうのはやっぱりね、そうではないんじゃないかっていうふうに考えていくこと、それからこういったネガティブな情報が出てきた時っていうのは必ずですね、チャンスがその中に潜んでるんですよ。チャンスがね、だから事故の裏で、相場の世界で言いますけど、事故の裏で富豪が生まれます。なんか大事故が起きてもうしっちゃかめっちゃかになった時に、そこに富豪が生まれる卵ができるんですよね。私はいつもその卵をつかみに行こうかと思っておりますので、今回もまあ、何が起きてもやることは変わらないよと、全然平常心ですよってことですね。速稼塾ジェネシスに、ね、ご参加いただいた方には、私のその平常心とか強い精神力っていうのを毎日毎日お届けしますので、こういうニュースにねビビらないでほしいなと思います。本当にね、真実ってのはどこにあるか分かりませんけども。おイギリスに住んでる友人が日本に帰ってきて、本当ですか、久保さんファンになってきた、ありがたいですね。ジグジさん、静岡では6月ぐらいにね行こうかと思いますんで、静岡よろしくお願いします。ちょっと静岡のね、まだ言えないんですけども、まあ、一部言っちゃおうかな。静岡ではですね、まあ、私がちょっとね、パフォーマンスをしていこうかなと思いますんで、パフォーマンスってのは、ちょっとね、芸事を披露しようかなという時間もちょっと設けさせていただきますので、そういった意味でもね、多数の方のご参加を静岡の方にお願いします。それでは本日も放送の方させていただきました。ありがとうございました。